どうも、複数ドドミンのアルカディアです。もう何もかいな。どうも、ガッティです。プロセスバスター、はい、と、はいうことでね、あの先日、はい、あの僕がなんかビジュアル系の新しい視点の誰かみたいなのを挙げてたんですけど、はい、まあ、ガッティ君がね、あのロキノン系のバンドに詳しいので、はい、なんか僕、まあ、僕もなんかまあちゃっかりちょっと聞いてるみたいな、はいはいはい、とこあるんで、ロキノン系ってなんかそういうのないじゃん、あんまり視点のみたいな、なんかこう格付けするのはなんかちょっと違うのかなみたいな風潮は確かにあるんですよ。なるほどね。まあ決めちまおうだね。そうですね、いうことです。行っちまいましょう。やっていこう。じゃあガッティ君から、まあ、僕から言っていいですか、はい、こうなんで一つキーワードがあるんですけど、僕の視点のみたいな、はい、今のこのシーンを引っ張っててるっていうか、はい、ロキノンバンドのこう先頭をなんかこう突っ走ってってる4組かなっていう、ね、キーワードで4組選出しました。お願いします。それがこちらですね、はい、ワニマ・アレキサンドロス、ミセス・グリーン・アップル、ジ・オーラル・シガレットですね。なるほど、はい、あーなるほどね。僕はいやね、僕ね、そのワニマとアリスンズ迷ったんですけど、はいはいはい、もはやここに入らないんじゃないかと思ったんですよ。あー、なるほどね。もうその四天王って格付けすらもちょっと彼らにはちょっと失礼じゃないかなって思ったんですよ、俺的には。だからもうちょっと抜けちゃってるから、うん、俺がね、考えたのはちょっとですね、まずオーラル、うん、スミか、うん、サツゴ、そこビッシュというか、あー確かにちょっと疑惑だな。疑惑のような気もするけどな。まあ、楽器を持たないパンクバンドということで、あ確かにね。これジャンルがこうバラバラかなって、だから俺的にスミカのとこがワニマだったんですよ、うん、けどちょっと違えかな、紅白出ちゃってるし、まあ、オーラルは俺の中で確定なんですよ、うん、この、まあ、一番聴いてるっていう話って市場もあるんですけど、うん、こうジャンルとしてね、うん、こうちょっとロキドンっぽくないというか、うん、こうなんかそうそうそう、ビジュアル系っぽいからこのオーラルで、サチモスはこのなんかサブカル代表みたいな、うん、で、そので、まあ、ちょっとパンク代表みたいな、確かに、でこうちょっとジャンルをね、こうあ確かに、なんかビジュアル系っぽい爽やか、サブカル、パンク、なるほどね。ミセス入るわ、スミカじゃなくて俺ミセスだ、うん、スミカは俺的にはやっぱり今は上り調子だけど、まだね、これまでが正直、まあ、オーラルミセスは確定でいきましょうね。確定ですかね、ここの2組は。夜逃げとか、あー、でも全然爽やかじゃねえんだよな、歌ってる曲調が。相手のミオ・山崎とかどうか。マジでワンオクとかしか入ってこない。ワンオクはね、覇王なんだよ。もう確実に上の存在じゃん、覇王。マイコスはちょっと入らないじゃん。いや、確実じゃない。あ、ユニゾンとかは、あれは俺的には大御所かな、やっぱ長くやってる。そっか、四天王と呼ぶにはちょっと恐れ多いわ。シムいや、入んない。マジで入んないな。ダメか、ここにユニゾンスケアガーデンですね。じゃあそうっすね、ユニゾン4条、ね、ゴリのやつを行きたいね。ゴリゴリクロスペースとかですか。コールドレインとか微妙だなぁ、めっちゃ。もうここで、ね、ここでもうメロッコアでフォーリンとかどうですか、ここの並びで。これ違いますね、フォーリンでちょっと違いますね。いやでもね、ありだとは思うんすよ、うち、ん、くん拷問どうこうかに。ヤマティとかと、あー、まあありっちゃありだけど、なんか俺は認めたくないんだよ。まあなぁ、夜の本気ダンスとかは、いや、絶対に入らない。 V か、うん、雨ざらしとか、まあ、あれもどうやっこないと思うな。とにかくピエロがちょっとダメですよね、そこはなんか次世代の感じがない。まだ俺たちは、サウンドウンの時点でマイケアはいいんじゃないですかね。ですかね、重くはないけど、なんだろうな、うん、あ、でもそんな軽くはない、軽くもないね。けどギターサウンドが効いてるんで、そうだね。いや、なんせボーカルが結構こう、なんていうのかな、強めというか、なんていうのか、その、そうだねっていう感じはある、うん、マイ部屋ですかね、残り1ピースは。これでいけますか。これで決定ですかね。普通動画の手に、ロキの視点の現在ですね。マイヘアイズバット。
ユニソン、スケアガーデン、ミセスグリーンアップル、ジーゴラビシガレッツと、この4バンドですかね、僕らが。そうっすね、してんのだと思ってるのは、まあ、ミセスオーラルは確定で、うん、正直あここの2バンドはちょっとその、まあ、意見もちょっと求めたい、ね、そうだね、ちょっとコメント欄からこのバンドどうですかみたいな感じで言っていただいてちょっと盛り上がりたいところですね。今以上に生きた証を求めてなさまよってそれ以上に凍えた心で明日を守る Let's go.